ヤモリ見させていただきます。学校の子には会わない、会えるとも思わない。完璧でございます。勉強になります。イケボのタイプでちょっと行こうと思いますかね。すいませんが監督からイケメンで行ってほしいらしいんですけども。イケボな感じでちょっと。なるほど、今ので十分なんですけども。贅沢。わかりました。すいません。申し訳ない。学校の子には会わない。会えるとも思わない。オッケーです。はい。初っ端もイケメンで行くぞ。あ、初っ端の岩から落ちるのイケメンで行けます？やってみましょう。すいません。あ、おい、おい。やっぱこうなりますよね。ねえ。そうですね。はい、わかりました。大丈夫です。多分こうなる気がします。はい、ありがとうございます。似てない。似てるとも思わない。二宮はどこ行った？皆さん、うまいということで。でもこのテイクは使わないと思います。なんでやらせたんですか？それはあまりにも。すいません。監督はどうしても聞きたいと。わかりました。申し訳ない。大丈夫です。本当に大丈夫です。ありがとうございます。すね、プロの技を見せていただきました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。いや、ちょっと思ってた以上に、いろんなパターンを取るんだなって、ちょっと思いましたけども。本当に申し訳ないです。頑張っていただいて。全然、楽しかったです。いやいや、ありがとうございました。きっと使われるのは最初のテイクだと思いますが。読み通りでございます。いやいやいや。すいません、本当に。いえ、ありがとうございました。もうちょっと遊びたかったです。また、機会があればぜひとも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。皆さん、こんにちは。声優の下野紘です。お正月に放送されたさんまのまんまをご覧いただいた方は、経緯を目撃されていると思いますが、この度、漁港の肉子ちゃんへの出演が決まりました。はい、番組でもさんまさんとやり取りをさせていただいたこちら、トカゲ役で参加いたします。さらになんと、トカゲだけではなく、ヤモリも、ヤモリ役もやらせていただくことになりました。肉子ちゃんと娘の菊子の親子、彼女たちの心の声を代弁するようなとても意味深い役柄を演じさせていただきました。はい、さらにですね、実はもう一役演じさせていただいているのですが、それはぜひ劇場で探してみてください。